チョイス。地球温暖化対策のために今できる賢い選択。クールチョイスラジオ。クールチョイスラジオ。入間ケーブルテレビ FM チャッピーの篠田恵子です。この番組では地球温暖化対策のために、そして快適な暮らしにつながる賢い選択、クールチョイスをテーマに様々な情報をお届けしてまいります。ビデオ会議アプリ、ズームミッティングを使って3人でお話を進めていきます。まずはご紹介します。市民パーソナリティの由美子ちゃん、自己紹介お願いします。はい。本日は貴重な体験をさせていただきありがとうございます。入間市立野田中学校3年の橋場由美子と言います。よろしくお願いします。今中学校3年生なんだよね。はい。中学校では環境問題について勉強するのかな？技術科の授業で地球環境、地球温暖化の防止だったりとか、あとは LED 照明のことだったりとか、あとは社会科の授業で地球温暖化の影響で海面上昇の問題だとかは学習をしました。いろいろな科目の中で地球温暖化とか環境に優しい CO2 削減とかいうのが出てくるんだね。はい。もしかしたら私よりも詳しいかもしれないね。今日よろしくお願いします。お願いします。そしてこの番組の頼もしいコメンテーターご紹介します。川名さん、自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いいたします。川名千鶴子です。入間市の環境アドバイザーという、活動をしています。それからですね、実は入間ケーブルで毎朝7時25分、それから午後の5時25分、毎日2回も私がですね、みんなで健康体操っていうですね、5分間の体操の番組と、なんと FM チャッピーでですね、取れたてラジオ、月2回、Let's Talk About English in 入間という英語のですね、ちょっとしたお勉強の、プログラムを持っています。よろしくお願いいたします。専門分野がいろいろあるんですよね。そんなことない。やってるうちになんかね、いろいろと増えてしまったんですが、私の活動は環境に関する、世界の環境に関する活動を長年コーヒーを通じてやってきました。そうそう、環境といってもいろいろな分野があるんですけれども、川名さんが携わっている環境っていうのはどういうテーマなんですか？そうですね、すごく話が大きくなるんですが、入間市の皆様には毎日楽しんで飲んでいらっしゃるコーヒー、それから紅茶、この生産国に思いを馳せていただいて、遠い国の生産者がどんなふうに環境に携わるかによって、皆さんのコーヒーがどんな影響を与えるか、それから経済的に、経済と環境ってすごくつながりがありますので、そういったことをですね、分かりやすくコーヒーや紅茶の美味しい入れ方を教えながら、こっそり教えるという、そういう活動ですね。楽しいこともありつつ、大事なことも皆さんに考えてもらうという講座が結構入間市の中では好評で、いろんな公民館でやってらっしゃいますよね。あ、そうなんです。もちろん都内、東京都内でもそういう活動あるんですが、入間市では環境アドバイザーとして市役所が募集した環境講座というのに、割合ですね、たくさんの方、毎回満席をいただいておりますので、チャンスがあれば皆さんにもおいでいただきたいなと思う講座でございます。はい、私とか川名さんの世代では教科書に環境問題とか載ってなかったじゃないですか。うん、今の中学生は、環境について勉強しています。この川名さんとか私たちの世代以上の人が環境に対する意識っていうのはどういうふうに捉えてますか？入間市では割合市民の皆さんにお話を聞くと、ゴミに関する関心がすごく高くて、ゴミの分別ですとか、それから自分が使っているゴミの、そうですね、出し方ですかね、あとゴミの量を減らす活動には皆さん非常に関心が高いように思います。あと、入間市では一斉に行われる清掃デーに割合年齢の高い方が本当にたくさん参加されるということがあります。
そうなんですよね。清掃デーには非常に、確か世帯数で言えば6割ぐらいの方が参加しているということで、皆さんの環境を美しくしようとか美化活動にはとっても関心があるし、熱心に取り組んでいらっしゃるっていうふうに私も思っています。で、今回はクールチョイスということがテーマなので、皆さんにもそんな関心の、環境に関心の高い皆さんにクールチョイス、賢い選択ということもぜひ知っていただきたくて、この番組を進めていこうと思います。はい。さて、今年は新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が発令されました。皆さんお家で静かに過ごしていたと思うんですけれども、由美子ちゃんはお家期間どんな風に過ごしてましたか？はい。私は学校から出された目の前の山積みになった課題と、あとは受験生なので受験勉強の方を取り組んでいたり、あとは習い事、合唱団の方と、あとは声優という夢に向かっての、習い事をやっているので、その習い事がやっぱりコロナの影響で行けなくなってしまったので、家で歌ったりだとか発声練習をやったりだとかしていました。家で発声練習もしてたんだ。で、勉強もしっかりして、はい、忙しい毎日だったのかな。結構忙しかったです。かむなさんはおうち時間はどんな風にして過ごしてましたか？はい。私もいつも出かけっぱなしなので、これをチャンスにおうちの掃除をしようと思って、長年気になっていた、うちにある不要品を仕分けたり、それからですね、あとうちに犬いるんですね。で、犬の散歩をですね、いつもの3倍ぐらいに増やして、朝晩、ものすごい疲れましたよね。それからあと由美子ちゃんと同じで、いつもできなかった私の自分の勉強ですね、読めなかった本ですとか、途中になっている、私も実は英語を教えているので、ちょっと長い英語の本を読んだり、そういうふうにしていました。不自由なことが制限もあっていろいろあったんですけれども、でもこれをきっかけに見直すこととか、今までの生活がありがたかったな、なんていうふうに気がつくこともいっぱいありましたよね。由美子ちゃんは学校が始まってどうですか？やっぱりこのクラスの雰囲気とかをやっぱり肌で感じると、あ、学校っていいなって思ったりします。そうだよね。ずっと友達と会えなかったんだもんね。はい。合唱は再開したんですか？合唱は、はい、再開しました。無事にみんなと一緒に歌えるようになってどうですか？やっぱりこう一人で歌うのとは違う、この爽快感というか達成感みたいなものを味わえてとても嬉しいです。わかりました。でもね、おうち時間が長かったこともあって、家に皆さんずっといたじゃないですか。はい。結構お母さんは家計のこと気にしてなかったかな、由美子ちゃん。ああ、確かにそういうところはありました。はい。川名さんのお宅はどうでしたか？電気代とか変わりました？電気代も水道代も多分普段の月よりも上がったかと思います。ただ外食をしなかったので、はい、トータルで言うとお金、生活にかかったお金はそんなに変わらなかったと思います。なるほど。いろいろパターンが、仕事もなくなったんですけどね、その割に行ったので使いませんでした。やっぱりこのコロナの影響がいろいろなところに出ていると思います。で、やっぱりおうち時間が長かったということで、光熱費がテレワークを導入した家庭ではね、やっぱり6割ぐらいの方が家計が厳しくなったっていうようなアンケート結果も出ているということなので、ここでクールチョイスなんです。温暖化対策のために、そして快適な暮らしにもつながる賢い選択をしていこうというのがクールチョイスなんですが、この時間では省エネ家電への買い替えをテーマにお話を進めてまいります。さて、橋場さん、川名さん、お二人は最近買い替えたもの、付け替えた家電品とかあります？と、私の家では多分10年近くこう使用してきた電子レンジの方が引退時を迎えたので引退時を迎えたので、その電子レンジの方を買い替えました。新しい家電にすると最新型ということですから、これ賢い選択なんですよ。省エネ家電に変わっていると思います。川名さんは何か変えたものってあります？あります。ちょうどですね、はい、洗濯機がこの自粛中にそろそろ7年
経つなと思ってこう見てみたら、だいたい7年経ったら壊れますって書いてあったんですけど、ちょうど壊れまして、はい、自粛中に洗濯機を買い替えました。この買い替えた洗濯機もおそらく今まで使っていたものに比べて省エネになっていると思うんです。はい、なってました。まあ、ね、家電品といってもいろいろありますけれども、いろいろ家電品といってもいろいろありますけれども、今月はLED 照明にスポットを当ててみます、はい、この LED 照明ももちろん今までの電気と比べて省エネ化しているんですけれども、お二人は LED と聞いて何か思い浮かべるものってありますか？由美子ちゃんは何？そうですね、私の身の回りにあるものだと、あと道にある街灯だとか懐中電灯とか、あとは家の中の照明の一部に寝室と玄関なんですけど LED が使用されています。 LED の光は優しいから寝室とかにぴったりですよね。はい、ね、川名さんは LED というと何か思い浮かべるものはありますか？はい、あります。市役所のですね、こう建物の壁面に毎年ある季節になると夢というですね、こう美しい文字が浮かび上がるんですが、確かあれをですね、入間市が LED 照明になりましたっていうことで、大々的になんかキャンペーンをやったのかな。それを機会に毎年それを見て、ああ、LED だっていうふうに思っています。そうですよね。今年は残念ながら、入間万蔵祭りのお祭り自体は中止になってしまいましたけれども、毎年秋になると、こちらですね、川名さん。それ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 。はい。入間万蔵祭りの約1ヶ月前に市役所の壁面に夢っていう文字が浮かび上がります。これはそう、川名さんがおっしゃる通り白熱球の時代がありました。それを経て今は夢という文字が白く浮かび上がるようになったんですけれども、これ LED に変わりました。 LED というのはライトエミッティングダイオード、発光ダイオードですよね。電気を流すと発光する半導体です。入間市の皆さんにとってやっぱり身近な LED の一つが入間万蔵祭りの巨大夢文字だと思います。この LED というのは最近って思います？川名さん。そうですね、私長く生きてるので比較的、はい、私にとっては最近っていう感じですかね。なんか自分の家ではなかなかって今だと思います。でもこう例えばノーベル賞で発光ダイオードのことが話題になったり、また自分の生活の中に、だんだん LED が入ってきたのはここまあ5年10年っていう感じがしますよね。はい、します。でもね、 LED の歴史を振り返ると1960年代に赤と黄緑の LED が開発されて以来、ずいぶん早い段階から実用化はされていたんです。で、1993年に以前とは明るさのレベルが違う青色 LED が開発されて、さらに緑色の開発がされて、光の三原色が揃いました。光の三原色が揃うと、川名さん、何色ができると思います？白。当たり。そうなんです。白い LED だとか、それから三原色が揃えば、フルカラーが現実になりました。ですから、皆さんが使っているスマートフォン、パソコンの画面も LED が使われています。さらにもっと明るい LED の開発が進んで、一般照明の分野でも LED 照明は今大活躍しているんです。わかりましたか？わかりました。わかりました。と、私がずいぶん話しちゃったんですけど、ユミコちゃんは、はい、この LED について勉強したって言ったよね。はい。学校では LED の特徴ってどんなことだって言ってましたか？LED は同じ電圧とか同じ明るさでも他の電球よりやっぱり電力量が全く違くて、省エネだとかエコの面で活躍をっていうことと、その同じくその電圧とかその明るさ同じなのに、その他の電球とは長持ちの度合いが全く違うということを学習しました。さすが中学生、川名さん。ありがとうございます。
そうなんです。消費電力が少ないということは家庭で排出する CO2 も少なくなるということなんです。で、白熱電球に比べてちょっと買うときにはコストが高いと思うかもしれないですけれども、電気代がすっごく安くなりますので、トータルで考えると家計にも優しい、そして地球にも優しいということになるんです。簡単にできるクールチョイスだと思います。地球温暖化対策のために自分ができることってあるかなと思っている方は、まずはお家の照明を LED に変えるところから始めてみるといいと思います。次回は LED 照明のメリットについて、また川名さんと由美子ちゃんとお届けしていきます。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。クールチョイス、地球温暖化対策のために今できる賢い選択。クールチョイスラジオ。